はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。今回は当店のオリジナル商品、人気のカット済みカーボンシートを紹介していきます。はい、今回紹介します、このカット済みカーボンシートの車両はですね、日産のキックスになります。こちらグレードは X です。今回こちらの車両で、車内のカット済みカーボンシートを紹介します。はい、そのカット済みカーボンシート、こちら車種別になっているんですけれども、商品はですねこのようなものになっています。こちらはですね大きなシート、はい、このような形状をしています。このようにカーボンシートを特殊な形にカットした商品になっています。これがですね貼り付ける場所の形状に合わせて貼りながら切ったり巻いたりしなくても貼れるように作ったシートになっています。これをですね、キックス専用で車内の商品を作りましたので、これからですね、紹介していきます。はい、それでは車内のカット済みカーボンシートを紹介していきたいと思います。まずはドアから紹介します。はい、こちらドアミラーインナーカバーですね。このようにカット済みで施工してあります。はい、続いてインナードアハンドルカバーです。はい、このインナードアハンドルのこの中にカット済みのカーボンシートを施工しています。はい、それからこちらパワーウィンドウスイッチパネル部分になります。このパワーウィンドウスイッチのパネルと、あとはこの中ですね、こう傷がつきやすいところになりますので、ここにカット済みのカーボンシートを施工しています。そしてこの下ですね、ここはまた別のアイテムになりますが、ここにシルバーの加色がされたパネルがあるんですけれども、ここにもですね、カット済みのカーボンシートを今施工しています。ですので、ここ、今フルカーボンの状態になっていて、非常にかっこよくなっています。はい、パワーウィンドウスイッチ周りは、助手席側はこのようになっています。こちらも今フルカーボンの状態になっていますので、とてもかっこよくなっています。リア側はこのようになっています。はい、それからドアはこの下ですね。はい、こちらは車種問わず大人気のアイテムになっています。ドアパネル傷防止シートになります。ここは乗り降りの際にですね、どうしてもここに足をヒットさせてしまって、ここにですね、汚れ、結構つきますね。これをですね、防ぐシートになります。このドアパネルは、よーく見るとこの脂肪と言いまして、このように模様のような溝があるんですけれども、これがですね、こういったところで足が擦った場合の汚れがこの溝の中に入って拭き取ってもなかなか落ちない場合があります。カーボンシートを施工しているともう水拭きでサッと拭いていただければ綺麗になります。このようにスピーカーの周りの部分もここまでカーボンシートが回るようにカット済みで作成しています。はい、こういった傷防止関係でこちらの車体側ですね、こちらはドアステップ傷防止シートになります。こちらもですね、乗り降りの際にどうしてもこの足が通過すると、こういうところにぶつけてしまって、汚れてしまったり、もしくはこのボディ面のこの部分ですね、細かい傷が入ったりしてしまいます。もし傷が入ってしまった場合の傷隠しにもなりますし、事前にですね、そういった傷から守ってくれる保護シートになります。はい、ここの汚れですね。どういった汚れがつくかというのを、はい、こちらをご覧ください。はい、こちらドアステップなんですが、このようにですね、今、汚れがついてますね。こう拭き取ると落ちるんですけれども、靴底の擦った後ですね、このようにですね、この部分というのは、よくこう、乗り降りの時に足をつけてしまう部分になっています。はい、このようにですね、傷や汚れから守ってくれます。はい、そしてこちらがリア側になります。フロントに比べると短い商品になっているんですけれども、このように角の部分もですね、保護できるようになっています。ですので、張り込みの際にですね、この折り返し部分を考慮して張り込みしてください。こちらはフロント左右、リア左右で1台分のセットになっています。そして今こちらノーマルの樹脂パネルの状態になっていますが、こちらのドアステップパネル傷防止シートもあります。助手席側でご紹介します。はい、こちらがドアステップパネル傷防止シートになります。今運転席側で見たノーマルの樹脂パネルのところに、このようにですね、
施工できるようにカット済みで作成しています。こちらの商品はこのパネルを取り外して施工することになります。このパネルはですね、持ち上げると簡単に外れるようになっていますので、手元にこのパネルを持ってきますと非常に貼りやすくなります。貼り込みの際は取り外して施工してください。それからここにリブがあるんですけれども、はい、このようにですね、このリブもきれいに貼り込みするとうまくこちらのリブを活かして貼り込みすることができます。一度全面に貼ってからこの部分を押し付けていくと後に剥がれて浮いてきますので、ここはですね、端の方から徐々にこのリブを山を乗り越えて谷に落として、また山を乗り越えて落としてというふうに繰り返して横に向かって貼り込みすると、このようにですね、きれいに貼り込みすることができます。はい、そしてこちらがリアのステップパネルの傷干しシートになります。こちらもですね、フロントと同じように取り外して施工するような形になります。形状は違うんですが、貼り方としてはフロントと同様な貼り方をします。はい、このステップパネル傷干しシートはフロントで左右1台分のセット、そしてこちらのリア側で左右1台分のセットになっています。はい、同じく傷干しアイテムでは人気のアイテムになっています。こちらはキックパネルの傷干しシートになります。このキックパネル全体を覆うような形でカット済みで作成しています。こちらはですね、貼り込みしやすいように2分割の構成になっています。ちょうどこのアクセルペダルがある側の側面、ここで1枚とドア側で1枚になっておりますので、2分割の構成で貼り込みします。こちらもですね、パネルを取り外して手元に持ってきて貼り込みするようになります。こちらも特に運転席側、横にですね、アクセルペダルがすぐありますので、無意識のうちにですね、この側面の部分には結構な汚れがついているのではないでしょうか。ですので、このカット済みカーボンシートを施工することによって汚れは簡単に拭き取れますし、傷も防止してくれます。こちらは運転席と助手席のセットになっています。はい、続いてこちらエアコンダクトになります。このエアコンダクトのルーバーの部分、今閉めてあるんですけども、ここにですね、カット済みのカーボンシートを施工しています。はい、もちろんきちんとルーバーとしての機能はそのまま使えます。このようにですね、この小さい部分からこのルーバーのフィンの部分まで全てカット済みで作成していますので、もう台紙から剥がしてですね、この形状通りにピタッと合わせて貼れば、このようにかっこよく施工することができます。はい、こちらは助手席側になるんですが、先ほど運転席側でここがシルバーのリング状になっていたんですけれども、そのシルバーのリング状のところに施工するカット済みのカーボンシートになっています。このようにですね、ちょっとしたアイテムですけれども、貼り込むことによって雰囲気がガラッと変わります。はい、ダッシュ周りでは、このエアコンダクトの部分にも施工してあります。もちろんこちらもカット済みですので、はい、このような状態で施工することができます。この細い部分にですね、このライン状に入っています。ちょうど三角形の形状に貼り込みしてあるんですが、今こちらはですね、カーボンシートの状態ですけれども、こういった細いラインの部分はですね、カーボンシート以外のブルーシートやレッドシートなどをあしらうとまた雰囲気が変わります。はい、そしてこちらはセンターエアコンダクトの部分になります。このようにですね、パネルの形状に合わせてカーボンシートをカット済みで施工しています。こういった部分的なアイテムでもカーボン調になりますので、とてもかっこよくなります。このハザードスイッチの両脇もですね、このようにカット済みで貼り込みしてあります。はい、続いてこちらはザッキーの一押しアイテムの一つでもあります。ステアリング周りのカット済みカーボンシートになります。このステアリングスイッチの部分、こちらももちろんカット済みですので、このスイッチの部分は綺麗にカットしてあります。もうこの形状になっていますので、切ったり巻いたりせずにですね、このようにかっこよく簡単に貼ることができます。はい、そこからこのスポーク部分、ここもですね、このようにカーボンシートを施工してありますが、分割タイプにしてありますので、このように一体感に見えるカーボン調をですね、手軽に楽しむことができます。構成としましては、この中の部分とこの表面の部分、
そしてこの側面のこの部分、こういった構成になっていますので、1枚ずつですね、丁寧に張り込みすると、このように全体がカーボン調でかっこよくなります。そしてこちらエンブレムは、はい、このようにエンブレムのインナー部分、ここにカット済みのカーボンシートをあしらっております。はい、そしてセンターコンソール周りです。まずはシフトパネル部分から、ここも非常にかっこよくなるアイテムになります。もともとこちらですね、ピアノブラックのパネルになっているんですけれども、このようにですね、カーボン調のシートを貼っただけでもだいぶスポーティーになってかっこよくなります。もちろんカット済みですので、こういったプッシュスタートボタンですとか、スイッチ類は全部抜けるようになっています。このシフトの丸い形状もですね、もちろん綺麗にカットされています。はい、こちらのパネルはですね、1枚のシートで構成されていますが、あらかじめ切り込みなどを入れてありますので、非常に貼りやすくなっています。そして、このパーキングスイッチの中の傷防止シートになる部分は、別構成のパーツになっていますので、こちらも簡単に貼り込みすることができます。ちょっと見えにくいんですが、今明かりをつけますと、はい、このようにですね、奥の方まできちんと行き渡るように作成しています。はい、センターコンソールの部分になります。こちらもですね、カット済みで分割構成になっていますので、このシフトパネルからの続きになってとてもかっこよくなります。構成的にはこの部分のシートと、この大きな面の部分と、そしてこのアームレストのある部分のここでパネルが分かれてますので、この3つの構成になっていますが、貼りやすさを重視してますので、この表面に施工するような形になっています。ですが、この雰囲気がですね、とてもかっこよくなります。はい、それからですね、上を見上げますと、このルームランプの近くにですね、この SOS のスイッチが入ったパネルがありますが、ここにもカット済みでカーボンシートを作っています。こちらもカット済みですので、お手軽にイメージチェンジができるアイテムになっています。はい、そしてこちらはシートベルトバックル傷防止シートになっています。こちらもですね、車種問わず大変人気のアイテムになっています。全体的に見ますとこのような感じですね。このBピラー部分を保護しています。何から保護するのかと言いますと、このシートベルトを取り外した時にですね、不意に手が離れてしまった時、よくここにカツンとぶつけることがあります。そうすると、気づいた時にですね、ここのBピラーのこのパネルの部分にザラザラとした傷がこのように入っている場合が多く見られます。気をつけていても知らず知らずについてしまいますので、そういったシートベルトバックルの衝突からこのパネル部分を守ってくれるカーボンシートになっています。はい、このように車内のカット済みカーボンシートを紹介させていただきました。今度はですね、この部分にカラーシート。今回はですね、ブルーシートを用いて、ザッキーおすすめの状態のアレンジの仕方を紹介したいと思います。はい、こちらがカラーシートを施工した状態になっております。ここあくまでもアレンジ例として紹介させていただきます。特にですね、カラーシートはここだけが限定というバリエーションではありませんので、バリエーションについては購入画面でシートの選択の部分をですね、よくチェックしてください。ここはおすすめの状態を今ご覧になっていただいております。はい、このようにですね、ライン部分になるところは非常にかっこよくなります。はい、例えばこのエアコンダクトのところですね。先ほどカーボンシートであまり目立たなかったところですけれども、ここはカラーシートがかっこよくなります。はい、そしてこちらのエアコンダクトの部分。はい、今、ルーバー開けてますけれども、これ倒しますとこうカット済みのカーボンシートを施工してましたので、この周りのリングの部分ですね。こちらに今ブルーシートをあしらっています。このように、カーボンプラスカラーシート。こういったアレンジが可能なのがこの商品の特徴になります。そしてステアリング部分は、はい、このようになっています。今このステアリングのスポークの部分にあるこのライン状のブルーシートなんですけれども、これはですね、このステアリングにカラーシートでラインを入れるための形状であえて作っている商品になっています。ですから今このバージョンを見ていただくと、先ほどカーボンシートでの状態を紹介させていただいたんですが、
そのカーボンシートを施工した上にですね、このラインシート専用の形状でカットしたこのライン状のブルーシートを施工しています。こういった組み合わせもできるようにしてありますので、このカーボンプラスカラーシートっていうのはとてもですね、かっこいい状態で楽しむことができます。そしてこちらエンブレムインナーにもブルーシートを施工している状態です。あとはちょっとしたアレンジでですね、このパワーウィンドウスイッチシートの部分、この中の傷防止シートの部分をこのようにカラーシートにするといったアレンジもできます。はい、あとはこちら。ハザードスイッチにブルーシートを施工しております。これ今ブルーのシートですけれども、例えばここレッドシートにしますと、とてもですね、ハザードスイッチの位置が見やすくなる。この青でも十分ですね、存在感がありますので、ボタンの位置が非常にわかりやすいですね。こういったアレンジや、はい、こちら、プッシュスタートボタンをご覧になっていただきたいんですが、先ほど紹介した時はですね、このボタンのところには何も施工していなかったんですけれども、はい、プッシュボタンの部分にカーボンシート、こちらもですね、カット済みのラインナップになっています。そしてこのリング状のところに今レッドシートを入れてますので、このレッドシートに合わせて、この中もカーボンシートをあしらってみました。こういったアレンジもできます。ですので、このシフトパネル周りのカーボンシート、非常にレーシーな感じになるんですが、ここにですね、こういった感じでレッドシートを入れますと、だいぶですね、レーシーな雰囲気がより一層高まりますね。はい、このようなアレンジの方法もあります。はい、今回はブルーシートを用いて、アレンジ例を紹介させていただきました。このブルーシート以外にですね、他にはレッドシート、それからピアノブラックシート、グロスブラックカーボンシートとありますので、ピアノブラックシートもですね、例えばこのリング状のところ、今青のところがピアノブラックになりますと、これ周りがですね、ピアノブラック調になっていますので、それに続いてこの中もシルバーではなく、ピアノブラックに統一するといったアレンジもできます。このようにですね、組み合わせ次第で様々なアレンジが可能になりますので、車内の雰囲気をですね、お好みに合わせてカスタムすることができますので、ぜひご利用ください。はい、今回の動画、日産のキックス、こちらの専用の車種別カット済みカーボンシートの車内の商品を紹介しました。いかがだったでしょうか。今回紹介しました商品は、すべて当店のホームページ、オンラインショップから購入が可能になっております。商品ページは下の概要欄の方に URL を記載してありますので、ぜひチェックしてください。はい、そしてこちらの KICKS は次は車外外の商品を紹介しますので、ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。今後もですね、こういった車種専用のオリジナル商品もこのアクアチャンネルで紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。